はい、トワイライト連邦共和国 Vlog です。今日はですね、昨日ちょっと寒かったですね。雪こそ降らなかったですけど、みぞれとかね、夜は気温が2度ぐらいまで、下がりまして、ちょっと懸念されたんですけど、積雪は免れたようです。今日はですね、ちょっとニュースの読み方って言いますか、見方とかですね、っていうのをちょっと紹介しようと思います。で、今日はね、共同通信の、ウェブのニュースで、見出しがですね、米 INF 条約の破棄通告を発表、2日から、義務履行停止という見出しなんですよ。で、アメリカで、これどういうことかと言いますと、アメリカ政府がですね、中距離核戦力、撤廃条約っていう INF 条約っていうものの破棄を、通告したという事実ですね。で、記事自体をですね、ちょっと3つに私は分けたんですけど、まずワシントン共同、これはワシントン初っていう意味です。要するにワシントンの特派員あるいは記者が、書いた記事という意味です。ワシントン共同、共同通信のワシントン支局の記者が書いたという、意味です。で、ポンペオ米国務長官は1日ロシアとの中距離核戦力 INF、廃棄条約について破棄通告を発表、2日から義務履行を停止すると明らかにした。で、ここまでがですね、いわゆるファクトの部分、事実だけを述べた部分なんですよ。で、通常ニュースって、事実の部分があって、それで終わる場合もあるんですけど、その後にその書いた記者あるいはそのメディア、この場合共同通信ですけどの、思惑とか 見方とか、そういうものが、書いてある場合があります。で、そこの部分をそのまま事実として、読んでしまうと、間違いが起こってしまうということがあります。たまにあります。で、要するにその破棄を通告した、通告を発表というところまでがファクトの部分で、事実関係を述べた部分です。で、次の文、記事なんですけど、核兵器なき世界に逆行する動きで、軍縮の行方には不透明感が漂っている。条約違反をめぐる対立に加え、中国が条約に縛られずに、ミサイル開発を進めてきたトランプ政権の懸念が背景にあるという、この部分が、共同通信のこの記者の、オピニオンなんですね。だから、この部分はファクトということではなくて、その全文に基づくその事実関係を、その事実関係っていうのを受けてどういうふうに考えているのかっていうのを、述べた部分なんですよ。で、これを読むとですね、要はそのトランプ政権っていうのが、核兵器なき世界に逆行しているというふうに読めるわけですけど、ここの部分が結局そのニュースを配信している、会社あるいは記者の、独自の見方になるわけです。これを読むと、要するにトランプ政権が、時代に逆行している、核兵器なき世界に逆行しているというふうに言いたいわけです。で、ところがですね、この INF 条約っていうのは、じゃあ一応最後まで読みますね。で、最後の文章は、またこれファクトに戻ってるわけです。INF 廃棄条約は1987年、当時のゴルバチョフ、ソ連共産党書記長とレーガン米大統領が調印、翌88年に発効し、冷戦終結を後押しした。核軍縮分野で特定兵器の全廃を盛り込んだ史上初の条約は、破棄通告後6ヶ月で執行するという、これ最後の部分も、ファクトの部分ですね。これは今後どうなるかと
まあ、歴史的な背景と今後どうなるのかっていうのを述べた部分で、要はファクトの部分と、オピニオンの部分と最後にまたファクトの部分がサンドイッチになっている構造で、こういうのが非常にこう恣意的にですね、世論をですねこう扇動する危険性っていうのがあるのを覚えておいていただきたいと思います。でなぜかというとですね、真ん中の部分で、要は挙動が核兵器なき世界に逆行するというふうに、述べているわけですけども、まあ、実はこの INF 条約っていうのは、ずっとですね、まあ、ソ連というよりもロシアですね、そのソ連が亡くなって、崩壊してソ連になった、ロシアになったわけですけど、ロシアはずっとこの INF 条約を破り続けてきたっていう事実が本当はあるんですよ。でアメリカは履行してたんですよ、ちゃんと。だけどロシアがずっと破り続けてきて、全然撤廃してないんですよ。でそういう事実があってアメリカもイラついてたわけですね、こっちはちゃんと守ってるのになんでロシアは守んないんだと、ついでにその条約に調印していない中国っていうのはその間にこの何十年かの間にどん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 、ミサイルとかね、そういったものの技術を高めて、まあ、条約に入ってませんからこう勝手に作って、軍事力を高めてるわけですね、いつの間にか。でそれにアメリカがもう業を煮やしてるたっていうのが、まあ、事実なわけです。だこれはいかにも、これはロシアに触れてませんので、ロシアは何もしてなくて一方的にアメリカが、破棄をしてアメリカが悪いかのようにな印象を受けますよね、この記事を読みますと。ところが本当はそうではなくて、ロシアはずっと、この条約を履行していない、守っていないっていう背景があってのことなんですよね。でそれを、まあ、歴代のアメリカの大統領はそのまま目をつぶってきたわけですけど、まあ、トランプ大統領はそれを許さなかったということなわけです。ですからこのまま何も知らずに記事を読んでしまいますとアメリカが悪いというふうになるんですが、まあ、確かにアメリカが通告したことは事実、破棄を先に通告したことは事実なので、そういった面では見方によっては、逆行する動きっていうふうに表面上は捉えられるかもしれませんけども、本当はもともとずっと逆行してたのはロシアの方だった。ロシアはそういう条約を結んだにもかかわらず、それを守らずにせっせっせっせとやっていたというのが事実なわけです。でそういうことを報道せずに表面だけを見てアメリカが悪いというふうなこう書き方をして、まあ、世論を、まあ、扇動するっていうのが、まあ一般的なこういったニュースのやり方なわけですね。でこれはまあトランプ大統領あるいはトランプ政権に対してこう批判的なメディアが大半なわけです、日本も含めて。多分ね、まあ、全部が全部私アメリカのメディア知りませんけども、フォックスニュースぐらいじゃないですか、トランプ大統領の、まあ、政権っていうのを、支持しているの。あとはみんな、批判的ですね。批判的なのは別にいいんですよ、いろんな見方があっていいんですけども、そのこういうこのたまたま共同通信のニュースを、取り上げましたけども、要はそのファクトの部分に、自分たちの、まあ、主張といいますかオピニオンを入れ込んで、で悪魔なんかあたかもこれ全部が、ファクトのニュースのように、こう記事を作り上げてしまうっていう、まあ、危険があるわけですね。だからまあこれはこれで別に嘘を書いてるわけじゃないですけども、時代的な背景からいくと、先にずっと破ってきたのはロシアだということが一言も書かれてないわけですね。で表面上の今回その破棄を通告したという事実だけを捉えて、トランプ政権が
あの時代に逆行するというふうな書き方をしているというのを、その背景まで読めればですね、あの共同通信がどういう意図を持ってこういうニュースを配信したかっていうのがよくお分かりいただけるのではないかと思います。でこれはあの、まあ、例えば思想の右左とかですねいうのは当然ある話ですので、まあ、別にその共同通信が悪いわけじゃなくて、まあ、そういう見方で書いてる、っていうのが分かって読めば別に取ったことはないんですが、まあ、やっぱりそのあくまでも共同通信社ですので新聞社じゃありませんので、まあ、どちらかと言いますとそのもうちょっと中立的に書かなくちゃいけないでしょうけども、なんでかと言いますとこの日本でもいろんな小さな新聞社ありますよね。例えば朝日とか毎日とか読売とか産経あたりの大手の全国紙は世界各国に、支局があって特派員がいて記者がいてっていう体制がありますから、自分たちで記事を書けるわけですね。自分たちで配信できる、取材して配信できるんですけども、例えば地方紙とかブロック紙とかいう中小のところっていうのは、自分のこう新聞配達のエリア内のことは自分たちで取材ができても、世界各国で起こっていることまでは取材できないわけですよね、支局がない、人がいないのでできないわけです。できなければそのことを新聞に載せなくてもいいかというとそういうわけにもいかないわけですよね、やっぱ国際欄もあれば、政治欄もあるし、世界中で起こった大きな出来事っていうのはやっぱり新聞に載せないわけにはいかないわけです。でも自分たちで取材ができない新聞社っていうのはこういう共同通信とか、あるいは日本でいうともう一個時事通信っていうのがありますが、こういった通信社が配信した記事をそのまま載せちゃうわけですね。ですというかそれしかないんです。でそうすると、地方紙なんかにはこの共同の記事がそのまま載っちゃ うとですね、それがあたかもその新聞の、まあ、主張あるいは論調であるかのように、書かれてしまうわけです。もちろんワシントン共同という署名は入ってますけど、一般の方はその記事の署名までは見ませんのでね、ワシントン共同って書いてあってもですね、あこれは共同通信がワシントンから配信した記事なんだなっていうふうにはあんまり気に留めませんので、そこが一番通信社の罪作りなところなんですよね。新聞っていうのは主義主張があっていいメディアですので、例えばねよく言われるのが朝日が、左側で、産経が右側だっていうふうに言われますけども、それはそれで新聞社っていうのはそういう主義主張があっていいメディアなわけです。まあ、例えば赤旗とかね、赤旗っていうのはあれは新聞赤旗ってことになってますけど、あれはまあ新聞というよりも共産党の機関紙ですので、真っ赤っかですけど、それは党の機関紙だから別にいいわけです。別にそれが問題でもないですし、赤旗の書いてることが、むちゃくちゃであってもですね、でもそれは共産党の機関紙なので、共産党、日本共産党の主張をそのままこう紙面にして何の問題もないわけですね。なぜかというと党員に向けた新聞なのでそれでいいわけです。なんか例えば政教新聞とかね、あれ公明党が噛んでるんだろうっていうふうに一般には思われてるかもしれませんけども、実は公明党には公明新聞っていう党の機関紙は別にあります。別に政教新聞が公明党の機関紙ではありません。あれは祖国学会のが噛んでる新聞、日刊紙ですね。ですのでちょっと性格は違い、新聞博多とは違いますけども、まあ、そういう党の機関紙であろうがですね、普通の日刊紙であろうが、別に右に寄ってようが左に寄ってようがですね、別にそれはそれで構わないわけですね。それが例えば偏向報道であっても新聞は別にいいわけです。ただ一般の人がそれを何だろうな、理解をしてなくて、一番、ね、信頼ができるから朝日だとかね、いや俺は巨人が好きだから読売だとかね、
そういう感覚で読んでるんだろうと思いますけど、そういうことをこう一切日本の新聞社っていうのは、表示しなくて、恣意的にそういう記事を書くのは問題だと思いますね。どういうことかというと、例えば朝日新聞だったらね、左側というふうに言われてますので、うちの新聞は左なんですと、革新的な新聞なんですと、いうふうに宣言して書けばいいんですけど、誰もどこにもそんなことは書いてませんのでね、でまた日本人は新聞が書いてることは事実だというふうに信じ込んでますから、その信じてるのにつけ込んで、恣意的なこう記事を書くわけですね。まあ、右も左も一緒だと思います。ただまあ新聞社っていうのはそれで全然構わないわけで、そういうものですから。で問題はですね、テレビ局なんですよね。で日本のテレビ局っていうのは、大手の新聞社とつながってます、ほぼね、例えば東京で言うと、もちろん朝日新聞はテレ朝ですよね。でそのテレ朝を中心に日本全国にネットワークがあって、各都道府県ではまあクロスネットのところもありますけども、直系の地方の朝日系のテレビ局があるわけですね。他も一緒ですね。読売系だと日テレ、それから毎日新聞だと TBS、 それから日経新聞がテレ東、分かりました、産経が富士ですか、というふうに、系列があるわけですね。新聞社と、テレビ局のなんて言うんでしょうか、ネットワークグループ、あるいはキー局っていうのが密接につながってるわけです。で新聞は先ほど別に主義主張があっていいというふうに言いましたけど、テレビ局は実はダメなんです。放送法で、中立な放送しなければいけないというふうに、法律で決まってますので、テレビについてはですね、主義主張っていうのを、仮に表明してもですね、そういう報道しちゃいけないことになってます。ですから、なんて言うんでしょうかね、新聞と違って、その主義主張に偏った偏向報道っていうのはテレビでは許されないわけです。だけどテレビっていうのは影響力大きいので、テレビの言うことは間違いないっていうふうにこうみんなが信じてる、その信じてるのにつけ込んで、影響力の大きな新聞よりもね、影響力の大きなテレビで、その系列局、系列各局に、そういう放送を、させてるのか、自分たちが自主的にしてるのかは知りませんけども、そういう偏向的な報道がなされるっていうのが問題なわけです。で今の、政府はですね、まあ、放送法改正してもういいじゃないかと、変更放送でも何でもいいじゃないかというふうに放送法を改正しようとしましたが、なぜかこれについては猛反対が起きるわけです。でなぜかというと、テレビは中立的な報道をしなきゃいけないっていう放送法に基づいて、それが担保になっているわけですね。その公正で中立な放送をしているという担保になっているわけです、その法律が。だけど実際にはそうじゃないのは、いっぱい騒がれてますから分かりますよね。恣意的な放送とか報道がいっぱいされてるわけですけど、だけども一応法律の建前がそうなってますので、テレビの言うことは公正中立で正しいという根拠になってるわけです。でそれを撤廃してしまうと、うちの局はこういうスタンスなんですと言わなきゃいけない。仮に言わなくても、その法律の担保がなくなりますから、テレビが絶対に公正中立だという前提がなくなっちゃうわけですね。そうすると国民がテレビっていうのは、テレビのニュースっていうのは、まあ、ニュースに限らずいろんな報道っていうのは、ひょっとしたら右か左かによった、変更的な報道をしてるかもしれない、あるいはそれが前提であるっていう、そういうふうに国民が理解してしまえばですね、
おいそれとこう騙し騙しの変更ニュースっていうので報道っていうのができなくなっちゃうわけですね。だから反対してるわけです。アメリカっていうのはもともとそういうのはなくて、自由に本当に自由なので、うちは右ですとかね、うちは民主党を支持しますとかね、うちの局は共和党なんですとか言ってるかどうか知りませんけど、でもそういうスタンスっていうのはもう明確になってるわけです。明らかになってるわけです。でその上で報道をしてますから、自分の主義主張に合ったところの報道を見ることができますし、また、自分の主義主張と真逆の報道を見てどんなふうに考えてるのか、どんなふうに捉えてるのかっていうのを、観察することもできるわけです。だけど日本はそれができませんので、一応公正で中立だという前提がありますので、法律の縛りがありますので、その法律に縛られて公正で、公正な報道をしていると、中立な報道をしているという大義名分じゃなくて、前提がありますので、また国民がそれを信じて見てますから、まあ、その大前提をもとにして偏向的な報道が多くされているというふうな、実情があるわけですね。だからテレビ局っていうのは非常に日本のねテレビ局っていうのは、非常に問題が、あるところがそこなんじゃないかなというふうに思います。オープンにしてね、例えばある放送局はうちは、どちらかというと革新的なメディアなので、どこどこの党を応援しますっていうふうに宣言してニュースを作れば、この局はこういうふうな局だから政権に反対するような報道ばっかりしてるんだなとかいうのが分かるじゃないですか。それを分かってみる分には全然問題はないわけですよね。だけど分からずに今見てるから問題だというふうなことが言えるんじゃないかというふうに思います。で、まあ常識的にね、みんな知ってるんでしょうけども、まあ、左から朝日毎日読売産経というふうに並んでるのは、まあ誰でもご存知だと思いますけども、意外とねよく分かるのが韓国の報道、今日本でもヤフーニュースとかで、中央日報とかね、朝鮮日報とかハンギョレとか見れますよね。で、あそこが日本の新聞を引用するときに必ず枕言葉がつきます。必ずでもないけど大体枕言葉がつきますので、それを見ると、どういうスタンスなのかっていうのは分かります。外国の報道を見て分かるっていうのはあると思います。日本の、報道でね、国内の報道で例えば朝日新聞はうちは左ですなんか絶対言わないでしょ、言わないんですけど、で韓国の報道を見ると良心的なとかね、あるいは進歩的なとかね、いうふうな枕言葉がついて、良心的な朝日新聞とかね、進歩的な朝日新聞とか、なんかそういうふうな枕言葉がつきます。で一方産経新聞を言うときには、極右紙とかね受け化した報道機関とかね、なんかそういう類の枕言葉がつきます。なので韓国の報道で紹介される、まあ、大体でも朝日か産経が多いですけどね、両極端ですけど、その枕言葉 を見ると、日本の、まあ、新聞社のスタンスっていうのが浮き彫りになってきます。まあでも、まあ、大体大手4紙はそういう並びですから、別に外国の報道を見なくても分かると思いますけども、大体そんな感じではあります。はい、で韓国 の、報道機関、まあ、新聞でも、右左ってあるんですけど、ちょっと韓国はねちょっと違ってて、右左はあってもですね、反日という点では一致しているのでそこはちょっと、右だからどうとか左だからどうとかっていうのはなかなかちょっと日本人の感覚からすれば難しいと思います。
反日では完全に一致してますんでね。でも北朝鮮対北朝鮮についての報道というのは右左でやっぱりちゃんと分かれる、論調が分かれるんですよ。その辺もなんて言うんだろうな、特殊な事情だと思います。で中国はですね、社会主義の国なので、これはもう自民日報が、中国共産党の機関紙ですけど、これにくっついた子会社的な報道機関がいっぱいあったりとか、一応民間もありますけど、人民日報に の報道に沿った報道しかできないので、たまにね過激な報道が出ることがありますけど、これは人民日報にさすがに書けねえなっていうような、あまりにも過激なことっていうのをそういったところに書かしたりしているので、は基本的にはどの報道をとっても基本的には一緒だと思います。香港だけちょっと違いますよね。香港は一応今でも一国二制度なので、一応報道の自由だとか表現の自由がありますので、結構分かれているようではあります。そんな感じで、海外の報道機関と日本の報道機関っていうのは、あまり同列に扱ってもダメですし、海外から見た日本の、通信社とか、あるいは新聞社の報道の仕方を見れば、大体どんな位置なのかなっていうのが分かると思いますし、またこういうニュースの記事を、読む場合には、ファクトの部分と、それからオペニオの部分と、またそれがごちゃ混ぜになってうまく、埋め込まれてたりとか、世論を扇動したりするような思いがあったりとか、またそれが常態化してたりとかいうのは、多分にあります。大体どんな記事でも大体そういうのはあると思いますので、どこが配信した記事なのかっていうのを、見て、記事を読むとですね、こういう方向から書いたからこうなったんだなとかいうのがだんだん分かってくると思います。そうすればしょうがないなと、こういうことになるわなというのが、だんだん分かってきます。同じ一番いいのがやっぱ同じ事柄で、複数のメディアが報じた記事を読むと、事実のところだけが一緒で、それ以外のオピニオンの部分が全然真反対だったりしますので、それはよくわかると思います。一番いいのが朝日と共同、朝日と産経を読み比べると一番よくわかると思います。なのでなかなか普段新聞を、読まれる方、あるいはテレビのニュースだけを、ご覧になる方っていうのは、なかなかそこが分かりにくい。その一つのメディアしか見ませんしね、何紙も新聞を取ってる家庭っていうのは今実際には少ないと思いますし、テレビもチャンネル回しても大体どこも似たような報道ではありますけど、その辺の見分けっていうか読み分けっていうか、どこの部分までが事実で、ここからの部分はその報道機関のメディアの、オピニオンなんだなっていうのが分かれば、読んでてもこういう風に持っていきたいんだなとか、こういう風にしたい、考えをこう世論を誘導したいんだなとかいうのがお分かりになると思いますので、参考にしていただければと思います。私は政治記事とか書かないので、商業記事しか書かないので、あんまりこういうところにこだわることはないですし、まだ自分の考えを入れるときは必ず一人称入れますしね、私はっていうふうに、あるいは記者はとか、あるいはもろにそういうオピニオンを持っているっていうふうに、書きますので、事実の部分と私個人のこう捉え方、感じ方っていうのはきっちり分けて書くようにはしてますけども、普通のやっぱこういう新聞になるようなニュースっていうのはなるべく短い、字数の中で、詰め込まなきゃいけませんし、
まだそれがバレバレになっても困るという事情もあると思いますので、結構巧妙にそれこそ言葉巧みに埋め込まれているケースが多いです。その辺もなんていうんですかね、じゃあこういう記事をなんですかね、日本の国語の授業に使えばいいのになと思いますけどね。文章の組み立てが言葉巧みすぎる記事とかね、使えばいいのになと思いますけど、まあ、文学は文学で、読み解くのもいいですけど、こういう記事の新聞記事とかね、ニュース記事の読み方っていうのもですね、学校で教えればいいのになっていうふうには、思いますね。はい、そんな感じで、まあ、記者もこういうふうな形でこう海外の支局に行ってこういろんなことを取材して文章を書きながら、修行していくんだろうなというふうに感じました。はい、まあ、記者の目線からするとバレバレではありますけども、でも巧みでうまいなとも思います。記事の組み立てがね、巧みだなというふうに思います。一般人だったらこれ分かんなくてそのまま読んで全部が事実として捉えてしまうんだろうなというふうに思うと怖いなとも思いました。そんな感じで今日はですね、ニュースの、記事の内容、本文の読み方とか見方っていうのを、一つの事例として、あるいは一つのこう記事の読み方、楽しみ方って言いますか、として紹介いたしました。まあ、記事を読む時の参考にしていただければと思います。今日もご覧いただきましてありがとうございました。